ではじゃあ第4は脆弱な機能、うん、FI、うん、脆弱な機能というのは最大の短所で、うん、強い苦手意識もある、なんでちゃんと意識もしている、うん、苦手だって、新しい場面に弱い上社会的なニュアンスにも疎い、うん、自信がなく使うだけで、うん、ストレスを感じます、うんうん、でこの ILE にとってその機能が、うん、FI 内向感情ですと、うんうんうん、このタイプの人たちは普通人間関係のニュアンスに注意を払いません、うん、だからはっきりと定義されていない関係においては、うん、その人との関係を過度に疑ったり逆に過度に信じ込んでしまったりします、うん、こうした人間関係はお互いの客観的な利益につながる時になるほど重要視します、うん、人間関係それ自体に価値があると考えるというよりは、うん、お互いを楽しませたりお互いの目標を達成させたりすることが重要な焦点だと考えるのです、うん、このタイプは自分の気持ちを積極的に察してもらったり、うん、心配してもらったりすることを他人に期待していません、うんうん、だから自分に直接的な影響がない限り自分の気持ちを気にかける意味がわからないと思っています、うん、言葉や行動で感情が表現されなければ個人的な気持ちが反映された他の人の言い分は、うん、このタイプの印象には残りません、うん、はっきりと批判はしていなかったけれど、うん、相手から見たらあなたの行動は非道徳的だったかもしれない、うん、ということをそれとなくほのめかされると、うん、このタイプの人たちは困惑します、うん、機転を利かさずにこういったほのめかしをされると、うん、簡単に片付けてしまうか、うん、攻撃的に反応します、うん、深い感情を表現することには、うん、それをするのが相手であろうが自分であろうが、うん、気まずさを感じます、うん、彼らは自分の本当の気持ちを相手に負わせることを、うん、自分の権利とは思いません、うん、それは他人の本当の気持ち、うん、たとえそれが明るくて純粋なものであっても、うん、その他人の気持ちが自分にとって不快であり、あるかを知っているからであり、うん、そして彼自身本当の気持ちを表現することが苦手だからです、うんうん、これはなんかすごい、うん、まあ、何とも申し上げますが先の時間に、はい、ENTP の説明をしたので、うん、確かにこの ENTP の方に対してやってはいけないこととして、うんうんうん、どんなことを考えて感じているかを聞く、うんうんうん、あ、僕これこうやって思ったんだけどさ、うん、どう思いました、うん、ってやっちゃいけないってあったんですけど、はいはいはい、これは彼らにとっては苦手な部分だとしている、うんうんうん、感じている、うん、それは彼らがこの気持ちっていうのを他人に期待していないからで、人の気持ちを気にかける意味がわからないと思っている、うん、彼らにとって感情ってどう捉えているんですかね。このというかもう彼らこれが僕、はい、だとすると、はい、わからないって気持ちはわかります。自分の気持ちも、はい、どう思ってるのかって聞かれると、はい、僕どうってってなるじゃないですか。いつも言いますね、はい、でわかんないですよね。どうとかって何、僕例えば、うん、あのツイッター見て反応するじゃないですか、はいはいはい、誰のツイッターを見ても、うん、要は全くだ何にも知らない人がバーってツイッター上げてて、うん、はいはい、でそこに引っ張られるんですよ、うん、感情が出てきて、はいはい、感情が出てくるんですよ。感情が出てきますよね、はい、でこう怒りが込み上げたり、うん、そうだねって思ったり、でその怒りをなんでそんなこと言うのって思ったり言うじゃないですか、はい、言われた時に僕の感情は全然動かないみたいなのはあるんですよ。僕別にこれ感情得意なわけじゃないんですけどね、うん、このなんか自分の感情ってなんかよくわかんない、イコール人の感情もわかんないじゃないですか。人の感情はわかんないです、はいはい、だからまあ自分のすらわかんない。ただ僕は、うん、あのねどう思ってるのかみたいなのってなんかこう思ってほしいなはあります。あ、人の感情が、うんうん、でこう思僕がこう思ってるんだから、うん、昔はこう思ってるよね
と思ってたんですけど、うん、でその思ってるっていうのが、はい、なんだろう、考え方なのか気持ちなのか、でその思ってるがないって言われるとえっと思うんですね。なのでこう感情的な、はい、思ってることはあったりはするじゃないですか、はい、でもそれはなんかこれってこういうことじゃないのっていう考え、あ、はいはい、っていう部分と、はい、気持ちの部分ってあるじゃないですか、はい、そう、気持ちがよく分かんないっていうことは分かってない。そうなんですね。そう、うん、あの考えはあると、考えは、まあ、自分なりの考えみたいなのはあるじゃないですか、はい、でその考えを聞かれてるの時は、はい、あ、こう思いますみたいな出るじゃないですか、はいはいはい、だけどこう腹立ちませんとか言って言われるとえ、感情の話ですねそれは、なるとえみたいな、あ、特に何も思わないけどみたいな、でこれについての考えを述べますって言われると、うん、批判しやがってってなるタイプですよね、はいはいはい、こっちは、うん、なるほど。では次、暗示される機能 SI ですと、内向感覚。この暗示される機能というのはソシオニクスでいうところの自信がないとか、その以前に発想がなかったと思うほどに欠けていて、うんうん、意識することすらない、うん、でも自己表現のために必要であり、この機能について話し合うっていうことは必要だよと、うんうん、で社会的なニュアンスにも疎いから悪用されないようにねって書いてあります。でこの機能が内向感覚、うん、やっぱり感覚がちょっと欠けてるんですね、うんうん、感覚っていうのは今現在を捉えるっていうところなんですかね、うん、自分自身のってことですよね SI なので。なるほど、うん、暗示される機能が SI の人は、うん、生理学的な感覚や、うん、本当の欲求とのバランスが取れている感覚、うん、本当の欲求と結びついている感覚など自分の身体的な経過について、うん、慢性的に無自覚である傾向にあります、うん、時々独特な好みを持っていることがあるのですが、うん、自分でそれが理解できなかったり満たすことができなかったりします、うん、自分の魅力やセクシャリティを大っぴらに強調することはまずありえません、うんうん、しかし少なくとも信頼できる雰囲気のもと自分の魅力やセクシャリティを高められるような信頼できる友達やパートナーたちと小さい輪を作ってそういう感覚を満足させることを夢見ています、うん、まあ、なんか先ほどなんか、うん、どう思いますとかって言われた時に、うん、重いって言われても重いって言われてもですよ、もうなんか昔からそれ苦手だったんですよね、どう思いますとか何がやりたいっていう部分ですかね、とか、まあ、もっと身体的な欲求みたいな ありますね、うん、身体的な経過について慢性的に無自覚な傾向がある、うんうん、っていうのはその身体的って、はいはい、まあ、なんかやりたい、はい、今の状況みたいなところですよね、本当は苦しいんじゃないのかみたいな、あ、うん、なるほどね、うん、なんかこう仕事してて、はい、もうそんなに働いてて大丈夫なのかみたいな、はい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 、無自覚な部分、無自覚あなるほど、とかなんか自分の体の欲求みたいな、そういうとこじゃないですか、体の欲求っていうのは、あ、まあ、そういう休むとか、はい、まあ、快不快、快不快、なるほど、うん、好き嫌いもそうですかね、好き嫌いもあるかもしれないですね、疎いですかその辺は、その辺は、まあ、疎いとは思ってない、あ思ってないですけどね、うん、なるほど、はい、てか、まあ、意識してないってことですね、意識してない。で、6番目、動員する機能、はい、動員する機能というのは FE 外交感情、動員する機能は、はい、自分の行動に強く影響を与えているが、うん、自分にはよくわからない、うん、ため、うん、これを主導する機能を持っている他者から学ばなければなりません、うんうん、未発達ではあるが十分に使いこなせるようになるでしょう、うん、とあるのが外交感情、うん、みんながワイワイ笑って冗談を言い、うん、情動的な自由と自発性を感じられるような状況を願っている、うんうんうん、しかし、うん、大方自力でこの雰囲気を作り出すことができないので、うん、他の人が率先して、うん、
刺激的で楽しい雰囲気を作り出すような状況を作るという方法を取る、うんうんうん、このような試みに失敗すると狼狽するが、うん、そういう時は狼狽を隠すか、うん、不満やイライラを持ってそれに対応します、うんうん、ILE だね。この説明はなんかすごいしっくりきます。そうですよね、はい、得意な感じではないですよ。得意な感じではなくて、でも好きは好きですよね。でそういう環境を作りたいみたいなのは思ってて、はい、そういう人と一生懸命引っ張り込もうとするみたいな。そうですよね、はい、その雰囲気はありますよね、はい、では7番目、うん、無視された機能、はい、無視された機能というのはブレやすいことを除けば、うん、十分に発達するが普段は抑圧している、うん、望まないコミュニケーションの際には自ら主導する機能を守るため活発することはあるが、反面この無視された機能っていうのは悩みの種にあると、うん、でこの多分今ここに出ている下の4つはおそらく無意識か、うん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 、普段は無意識だけど強くというか、まあ、色の濃さがそれに出てます、うん、でこの無視された機能が内向直下の人は、うん、今から未来へと続く流れとそこに潜む連関に注目した議論や、まあ、そこに関わる議論や個人的な意味を追い、うん、具体的な想像を伴う一つのビジョンを探求していく議論については徹底的に理解することができます、うん、しかし数少ない具体的なビジョンや流れに集中するよりも現在という地点から多くの可能性を探求することの方を好みます、うん、ああなるほどね。要は集中することもできるけど、うんうん、こっちに目を向けたいんですね、うんうんうん、広げることに、うん、あ分かりやすい。これやっぱソシオニクスの気持ちいいとこですよね、うんうん、で最後8番目は証明する機能、うん、主導する機能と同じくらい強くて発達した機能だが、うん、最も無意識の深いところに進んだ無自覚の機能、うん、激しい怒りとしてしかその存在を垣間見る、うんうん、その自覚することはできないかもしれません、うんうん、でまた背後で世界観を形成するのもこの機能です、うん、っていうのが外交思考、うん、なるほど。利用可能な外部の情報と照らし合わせるという意味で、うん、情報や主張や行動のどの側面が事実として正しいのかをはっきり分かりますと、うん、しかし主導する NE によって培われた概念を追求するときには、うん、自分の中の論理的な一貫性と比べれば、うん、事実の正確性は重要ではないと考える傾向にあります、うんうんうん、また情報を公表する際にも探求したい NE 的なアイディアがあるときには、うん、事実に焦点を合わせることは無意味な行為だと考えます、うん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 、可能性の方が大事なんです、ね、可能性の方が大事、まあ、要はこう合理的に分かってない部分じゃないですか。 S とか N の部分って、はい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 、分かってない時にどのように判断するかみたいな可能性みたいなところが見えるとそこにこう痛くなるみたいな、まだこう完全に解明されてない理屈もまだよく分かってないけどそこに可能性が見えるとこっちでいくらこう合理的にこういう風だなっててもこっちの可能性につかみたくなるけども、はい、そのしっかりと発達しているので、うんうん、周りから見ると、うん、思考的に見えるっていうこともあるっていうことですよね、うん、しっかり考えてはいるって話ですよ、はいはいはい、でそれがこう可能性か合理かみたいな比較になった時には、うんうんうん、もう可能性を取るみたいな。でも激しい怒りの時には、うん、そこが出てくるっていう、うんうんうん、まあ、それを使うんですかね。だから論破なんじゃないですか。いやらしい感情的な人は行かない方がいいよそういうところ、うん、よほど自信がない限りは、うんうん、可能性が大事なのは ENTP も同じですねって、うん、NI か NE かですよね多分。そうですね、違いが、はい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 、だってどこの可能性かが違うって感じですかね、はい、典型が降りてくる時の話、うん、あ、ひらめいた、ひらめいたがあります、はい、結構これいいんじゃないかみたいな。その時はもう論理よりも、うん、論理よりもこっち、うん、ひらめき、ひらめき